はい、こんにちは、ダンサーひろみです。はい、今日はですね、この間言った、ピボットの時のフラフープの右回転のちょっと続きです。で、この間はペンデュラムスイングね、こういうふうに下の方に一番低いところがここで上がってくるペンデュラムスイングプラス上に上がるメトロノームスイングって、まあ、こう2つですね、こういうスイングがあるよ。で、この演習エグザイルみたいな演習にプラスこの横方向の丸をすると、なんとこう球体みたいになるわけですね。これに対してこれみたいなね、この球体の円運動になるよみたいな話でしたね。そこでペンデュラムに乗っけていって、この横の丸をつけると ピボットとかピボッティングアクションができやすくなりますよと言いました。で、今回はですね、ちょっとそれのラテンみたいな感じのでちょっとやってみたいんですけども、ちょっとね、腰をちょっとここにズドンとこう置いた状態にしてもらって、でやっぱり相変わらず右側のこの辺に円があると思ってください。で、なんかね、分かりやすくよく私たちはやるんですけど、こうなんか手をバンザイってこうやってピョーってやって、でこれ私今見えてますよね、皆さんの目にね、こう手を上げてこうやってシュッと立ってますよね。で、これはね、可視光線領域といって、なんか人が見えるこの見え波動みたいなやつの中の範囲なんですよね。だから電子レンジのマイクロ波は見えないけど温まるみたいな、そのこう波長なんですね、波長。で、私たちがこう人は人として ものが物として見えたりするのは、この可視光線という領域の中にいるから見えるんだそうです。で、この私の今こう見えてるもののね、見えてるけども、ここにね、ここにもう一人こんなのが見えてないけどいたとします。で、このもう一人見えないこの人が隣でタリラリラタリラリラタリラリタリラリタリラリラってこう回ってくださったとすると、この私というみんなに見えてるものはどうなるかといったら、この人がこう右回りするから摩擦が起きますよね。このように歯車みたいだと、え、回ってる、タリラリラタリラリラタリラ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 と、この人は左回転をしてしまうという、このようになるわけ。なぜかといったら、昔の洗濯機覚えてますかね、皆さん。知らないですか、若いから。洗濯機のこう脱水をこうやって回す時代があったんですよ、だいぶ前にね。で、最近古いネタが多いですよね。で、そのこうやってなんか2つの筒があって、そこに布をピッとこうやってギューッとこう絞るとペターッとなんてこう出てくるっていう、こういう脱水機があったんです。その脱水機というのは、こう円柱の丸いものがこのようにくる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 っとこうこのようになるから、ペタッと挟まれたものがトトトトトッとこう出てきて絞られたってなるわけですよ。で、今私が言ってるのは、これが一つのその円ですよね、円柱で、ここに見えざる円柱があった時に、このこちらで回ってる右回転のエネルギーをもらうから左に回るんですよ。で、さっきみたいにこの人が右に回ってるから受けて左に回っていくってことなんですけど、この右回転に見えないものが見えるものを作るみたいな、なんかわけわかんないこと言ってますけども、ちょっとまあお付き合いくださいよ。そしてここになんか見えないヒロミがいます。で、この人がですね、ここでくるくる右回転をする。そしたらさっきは回りましたけど、足を止めてみますね。そうするとくるくる回った時に、この手というのは肩甲骨のところについているから、この肩甲骨がこう回ることによって、ぐーんと、わかりますか、背骨が左に回転しましたよ。で、戻ってきます。ぐーん、なんか背骨がこういう、なんですかね、平泳ぎをしてるような。で、手で平泳ぎしてしまうと背骨止まるんですよ。シュッ、ほら、止まっちゃう。なので、この手をちょっとこことここをお揃いにしちゃって、背骨と右手で、この見えざる右の人のがこう右に回転することによって左に回ってくる、こういう運動ですね。これを後ろから見ると、めっちゃ背中がなんか動いてるに見えるんですよね。くん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 、このようになります。で、下のこの骨盤っていうのは、この上がすることのさらにリアクションなので、一緒には棒のように動きませんから。なぜなら背骨は24個あるからですよね。で、それで上がこういうふうに左回転をしたら、ちょっと遅ればせながら追っかけてくるような感じです。グーングーングーンです。で、これ今足閉じてやってますけれども、足を開いて、で、この真ん中でこのように、白雪姫のね、魔女がね、こうやってなんかスープ作ってる。で、そのこのスープをかき混ぜてるやつと、この背骨の反対のこのカウンターバランスで、クンククンククンククンです。で、これを音楽に合わせて1 and 2 and 3 and 4 でもいいし、
2 and 3 and 4 and 1 and 2 and 3 and 4 and 1 and みたいなことをして遊んでみてください。でそうすると例えば3-3かなんかで女性なんか2-3-4って時こう右足に乗ってほうぐらみたいなことになりますよね。よくねその時にさっき言ったように右足乗りながらこのさっき言ったこの左回転をねここで一瞬グンってやるんですよ。そうするとグーンって回った時は左に背骨が回転して最後に回った時にインに戻ってくるんですよね。なのでここから見た時はううってなるのではなくて左にこう背骨が回りながらここでインに戻った時ですよね。そう勝手にブーブンみたいななんかグーンブンみたいな感じでやれますから、それをちょっとやる前に先ほどのように必ずこの背骨と右手のこの運動ですね、クンククン、これ骨盤結構動いて見えるかもしれませんけどここです、ここと右です。だからこうなってます、クンクンです。であとまたできるようになったらこうやって足を閉じたね、こうやってチェックポイントポジションだった時にこれ乗りながら乗りながら同じようにグーンだとすると足の母子小子ぐらいまで母子小子ぐらいまではこのようにちょっとオポジットに開くんですね、グーンと。で最後にかかとに行く時にインに戻ってきますからグーンです。で今度左足も同じようにこの足の上でまたこのね魔女がこっちに回しますからグーンクンです。でこのかかとまでクンっていくということはこの円が最後までいくということで円が最後こっちも円が最後グンウングンウンみたいな感じでしてくれるとこのズボンよりも後ろのヒップラインとかがすごくこうクンクンとこう最後まで動けるようになりますからこのようにしてやってみてください。